んにちは、なりわでございます。今ね、たった今この雨の中ね、宅急便さんがねちょっとね、荷物を届けてくださいました。ちょっとね箱がボコボコになっておりますが、QVC さんで、ちょっとね、購入したものがございますので、開封して紹介をしていきたいと思います。お待ちくださいね。今段ボールを開けますので、久々なんですが、私がね、最近あの53次を歩いておりまして、ね、あのどんどんこうその行く先がね遠くなってまいります。そうするとね、やっぱりあのショルダーバッグがね、中途半端なものだったらねちょっと結構、困りそうだったので、ちょっとねあのゆったりしたショルダーバッグ、そんな大きくなくって、収納がねたっぷりできるものをね、購入してきました。はい、こちらでございます。私の大好きなキプリングですね。早速中を開けてみたいと思います。どこだ、あ、ここですね。色をね黒にしようかどうしようか迷ったんですが、あ、まあねちょっと黒は、もうねいいかなっていう、散々黒ばっかりだったのでね、今回はちょっとグリーンって言いますか、カーキ色って言うんでしょうかね、ちょっとこちらも外しましょう。あ、面白い、こういう感じで通して、止めてありましたね。ショルダーになっていて、しかも、調節がね、できるようになっておりますね。私もショルダーじゃないと絶対ダメなんですね。ハンドバッグとして持つことはないので、まずね、はい、キプリング、私の大好きな、このゴリラちゃんはね、ちょっとね、私こうあの手がねこうピーとなってるのがあまり好きじゃないんですよ。なのでね、これちょっと歩くときにあのすごくこう、気になるので、このゴリラちゃんだけはちょっとね後で外して使いたいと思います。ではまずね、機能をご紹介していきたいと思いますね。まずショルダーになっておりまして、そして調節が効きますね、長さで。まず後ろですが、後ろには、ファスナーポケットが、ファスナーポケットというかあの入れるとこがございまして、結構下まで、ですね、ちょっと待ちください。こんな感じでファスナーがここについておりまして、結構下まで、一番下までありますね。なので、まあ、貴重品とかあのさっと出したいものはここがいいかもしれないですね。まあそのうちに考えます。それで、こちらのね、バッグのあの中身も後でねご紹介したいと思いますね。また別動画で、前でございますね。前はこんな感じになっておりますがね、ここ前ボタンになっておりまして、こんな長いタイプになりますね。そして手前の方に、ちゃんとこのようなバッグ、普通のバッグ機能として、キーリングがついておりまして、そしてこちらの中の、お待ちくださいね、はい、わかりますでしょうか。こちらの中の方にファスナーポケットが、こちらですね、ファスナーポケットがついております。そして、手前、前の方には、こんな感じで、差し込みポケットが、大きいのがね1個ついておりますね。今までだと分かれていたんですが、今回は1個になっておりますね。そして、それだけじゃないんですね、実はね。すみません、はい、失礼いたしました。いきなりね防災無線のアナウンスが流れてきましたので止めました。続きですが、実はこれ長い、前にこんな風にねあの中前折りになっていて、ここでボタンで止めれるようになってはいるんですが、マグネットでね、実はこの、そして開けて、ここは先ほどね、こちらが先ほどご案内した主な収納部分ですね。それ以外ですね、実はここ、ファスナーになっておりまして、この上の部分が、これがね、すごいズドーンとね本当にね、この底の底までね、あの
入るようになっております。これご覧になりますか、奥の方までちゃんと入るようになっておりますね。なので本当にあの貴重な貴重品はこちらに入れて、移動することができますね。で私は、まあ、あの手軽に身軽にできるだけね荷物を少なくして、お出かけをしたいので、ショルダーで今回は縦型になりますね。どんなか少しお待ちください。こんな感じで縦型になりますね。ちょっとショルダーが今短いですけれど、わざと短くちょっとしておりますが、縦長タイプになりますね。これまたね物を収納した時に、随分形がね変わってくると思いますね。このお色だったらまああのお洋服の色をあまり邪魔しないかなと思ったんですが、私にしては珍しいですねこんなのね。前もねあのこういった横の波形の模様で、ちょっとエンジのような紫のようなねいろんなもあの色が入ってあの濃い水色とか入ったのがあるんですが、まだそちらもね、あれはあの旅行専用で使っているバッグだったんですが、あちらちょっとね横にちょっとでかいんですね。あまりでかいと今度は疲れるので、ちょっと普段使ってるよりかちょっと大きめのね、キプリングを購入いたしました。で、カメラ戻しますね。失礼いたしますね。で、こちらはですね、お値段が、送料込みで 11,146円でございました。もともとのお値段本来はお高いんですが、14,98円でございましたね。かなりの割引があったんですね。なのでこれはチャンスと思いまして、購入をいたしました。そしてまだあの説明してないところがありましたよね。ここの部分ですね、こちらのファスナー、実は両方ファスナーになっておりまして、両方からね、こんな風に手を入れてね使えるんですね。だからこちらは、私だったらスマホを入れるか、スマホ、もしくはあのティッシュとかハンカチ、もしくは定期入れ、あのスイカのようなものをね、こちらに入れて、いやスイカが一番いいかな、私はスイカをこちらに入れるかもしれないですね。さっと取り出しやすいところがいいので、なのでこのファスナーの部分両方分のね、あのどちらからでもあの取り出せるというタイプのものですね。ここはあの両方に両脇にファスナーはついておりますが、ずっと続いておりますので、どちらを開けても同じようなものが取り出せるということでございますね。なのでこちらはあのちょっとあのこれからね、出かける時とか、そして歩く時ですね、東海道53次とか旅行の時、しっかりこちらをね、愛用して、行きたいと思います。たびたび大変失礼いたしました。もうね、いろんな音がね飛び込んできますね。動画を撮り始めると途端にでございますね。まあ仕方ないですね。ではちょっと色をね私ね、散々悩んだんですが、カーキのこちらにいたしましたね。あとこちらお色は黒と、普通の無地のグリーンと、それからベージュとピンクとあったような気がいたします。もう私はパッと見た時もインスピレーションでいつも選ぶんですね。なのでこちらになりました。今回はあのちょっとね珍しく縦型でございますね。縦長なショルダーを購入して、今回はキプリングさん、QVC さんで購入をいたしました。またこちらあのバッグの中身をね、今度あの詰め替えて紹介をしたいと思います。いつも皆様方なりわのチャンネルご視聴していただきまして、ありがとうございます。またお会いいたしましょう。なりわでございました。では。